この催しは地域の人たちにさまざまな国や地域の文化を知ってもらおうと、うるま市緑町の四川料理店パンダ茶房が開店5周年に合わせて企画したものです。およそ30人の常連客や地元住民らが参加したイベントで、琉球舞踊や民謡、フラダンスなど琉球、アメリカ、中国の文化が紹介されました。このうち地元の愛好家による太極拳サークルは、4人のメンバーが息の合った演舞を披露していました。訪れた人は手拍子を打つなどしてそれぞれの文化を満喫していました。主催したパンダ茶房は、これからも中華料理を通して地域交流を図りたいと期待を寄せていました。